はい、そしたら調整後の借金やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、チャッキー、まあ、世間ではこう弱体化、強化、結局どっちなんですかっていう風な声が多いと思うんですけど、僕はワンチャンこれ強化なんじゃないかなと思ってて、いきなり見つけましたね。早速切りつけハイディー4モードやっていってるんですけど、このハイディー4モードのクールダウンがですね、大幅に、短縮されたんで、スキルの回転率が上がった。まあ、これが一つ目の強化と言われてます。で、まあ、ここナーフポイントかなと思うんですけど、今からこんな感じで切りつけやるんですけど、ごめんなさいね。切りつけが全然わからへん。この切りつけがですね、以前までやと、ごめんなさい。以前までやとじゃないわ。ハイディ4モード使用中に、板の下をくぐる、駆け抜けというのをね、行えたんですけど、それがですね、先ほど使用しました、切りつけを行ってる時のみになりました。これがですね、一応弱体化と言われております。はい。そして、この駆け抜けの時間ちょっと使いますね。この駆け抜け。はい。これ切りつけか。ごめんなさい。切りつけの、まあ、駆け抜けか。ごめんなさいね。ちょっともう混乱してるんですけど。駆け抜けの時間、これナーフですね。0.1 秒間短くなりました。んで、切りつけをキャンセルした後のチャージが再開するまでに1秒のクールダウンが追加された。これ以上が、修正点になります。やっていきましょう。だから、ウルアドの効果がですね、ちょっと、まあ、使いづらくなったのかなと。そこを注目していきたいなというところなんですけど、まあ、ルアド使って、板駆け抜け行うと、簡単に板が割れてたんですけど、これからはね、切りつけを行って板をこぐらないと、板が多分割れないと思うんでね、その辺がちょっと使い勝手どうなんかなという感じですね。多分このままやと、普通にこうやって壊しちゃうだけなんで、切りつけを行って駆け抜けを行う。ちょっとややこしいですね。はい、やらないと板が壊れない。そこがどうなんかというところですね。まあ、俺は、ゴーストフェイスの闇の抱擁でも、結構喋ってるんですけど、自分はそのスキルの回転率こそが、はい、そのキラーの強みかなと。結構スキル回転率重視派なんで、僕は結構強化かなと思ってるんですけど、今回の調整は。おりゃ、はい、喋ることが多いんで、先にね、伝えたい内容を喋っていきたいんですけど、で一応悶絶とイタチ、ここもナーフが来てて、はい、テロップ出してると思うんですけど、まあ、遅延パークね、ほとんど主要どころナーフされたということで、まあ、皆さんキラーちょっとこれからどうやろうかなと、まあ、カニバルの動画でも喋ってると思うんですが、はい、まあ、一応ね、こんな感じになってますよっていうのを体験していただけたらいいかなっていうふうに思います。それでは普通にプレイしていきましょうか。 OK。 やっぱ屋内のチャッキーは強いね。一応ウルアドの効果でね、ハイディフォーモードの時間 50% 延長してるんで、やっぱ回転率早いな。これ確か12秒になったんだっけ ?TD が。めっちゃ短いですね。これ普通に強いわ。さあ、いきますよ。これだから、移動に使うっていうのがありなんかな。こんだけ回転に強かったら移動に使ってもいいね。さあ、待っていきますか。みたいな感じで、こうしないと板をねくぐれなくなったんです。 OK。 なんでウルアドのこと考えると、やっぱちょっとだけ使いづらさ感じるかな。僕はこのチャッキーやるんやったら、まあ、ちょっとね、コスパが高いんですけど、もうウルアドでやりたいなっていう流行ったんで、あとはカミソリのやつかな。
切りつけ当てると十条付与するやつ。うん。なんで、まあ、自分的にはちょっとそこは悲しいけど、でもこんだけ回転率上がるのはもう強化かな。バンバン使っていくのありですね。さてさて、どうしましょうか。マジで回転率早いな、これ。あー、やられたか。これ壊しとこうか。誰か出てきた。誰か知らんおじさん出てきた。あー、マジ？こぐられへんかった。これだけはなれんといかんな。くぐる癖ないからな。オーケー。よし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 。それでもこんだけハイディフォーモードの回転率が良かったら、もう十分強化ですね。負傷してるサバはめっちゃ怖いと思うわ。おったな。自分の声がでかすぎて気づかへんかった。これ91点な、多分。ありゃ。あ、言ってたー。おらー、分からへんやろ。どっから来とるか分からへんやろ。ダッキー怖いやろ。見つけるで。あ、ちょっとラグいいな。ラグミを感じましたね。おったおった。気づいてるか。私来てるわよーん。ほーん。あー、イタチね、やっぱ交代率下がっちゃったもんな。30から20だっけ、イタチって。あが、ドラム缶邪魔や。ナーフっちゃナーフなんだけど、でもやっぱ使うよな。だって使うやつそれしかないもんな、正直。まあしゃあないよな、正直。もう使わんと。じゃあ何使うのって話になってくるもんな。それが難しいね。じゃあハイディホー使っていくぜ。ハイディホーハイディホー言うてますけども。ああ、なんで。結構難しいな。これ、おるね。どーん、レオンさん。交通事故ですね、これは。たまたま味方が通ったとこにレオンさんがいましたね。よしよしよし。これ、上におらへん？なんかうめき声したよね、今。気のせいか。いたチケット、あ、おった。いたチケットこか。こっちやな。おりゃー。このエースさ、うめき声せえへんな。何のパークつけてんねやろ。おったおった。怖いで怖いで。怖いべ怖いべよ。おりゃー、怖いやろ。これがハイディホーハイディホーやで。
どういうことか分からへんけども。よっこらせ。さて次の獲物を探しに行きましょうかね。あー楽だな。まあでもこれ持続時間いっぱいまで使っちゃって、そっから切り付け使う方がいいかな。こっちか。ビュイーン、ドラよしよしよし、マジで強い。よっこいしょと。てかもうフックに釣って運んでる間にすぐ狩り砲たまりますね。あれテリルちゃんどこ行ったん。どこだ。やばい、負けそうな感じがするぞ。八勝負やだ。あかん、間違えて使っちゃった。まずい、まずい。あああああ。はい、ということで、調整後のチャッキーを使ってみたわけなんですが、はい、そうですね、チャッキーに関しては、ちょっと最後、喋る時間なかったんで、おさらいしておくと、駆け抜け、ちょっと待ってね、あっちの音見て言うか。はい、駆け抜けは切りつけを実行中にのみ可能になりました。ハイリフォーモードのクールダウンを12秒に減少しました。駆け抜けの時間を 1.3 秒に減少しました。切りつけをキャンセルした後、チャージが再開するまでに1秒のクールダウンを追加しました。はい、以上の4点になるんですけど、そうですね。チャッキーやっぱ弱体化なんじゃないかなっていう方結構いらっしゃったんですけど、僕はその、ハイリフォーのね、クールダウンが、この6秒も短くなってるのが、まあ、ここがね、かなり救いなんじゃないかなっていうふうに思ってて、で、自分は、ひょっとしたらこれ強化なんじゃないっていうふうに言ってたんですけど、やっぱね、使ってみた感じ、かなり使いやすいですね。で、自分はその、ウルアドですか、この2つ、使うかなと思うんですけど、やっぱりその最初この安全棒ですね、パレットの下へ駆け抜けを行うと、パレットが即座に破壊される。まあ、この能力がちょっとそ慣れるまではしんどいかなと思います。以前までやと、ハイリフを使って板をくぐるだけで割れとったんが、切りつけ一回行って、で、駆け抜けを行うっていう風に仕様が変わったんで、そこがちょっと慣れるまでは大変かなって思った。ただこのやっぱ頭後ろのお守り、このハイリフモードの持続時間が、まあ、50% 伸びるってやつなんですけど、まあ、これは強いですね。うん、で、通常攻撃を行ったら、ハイリフォーが即座に終了する。まあ、これは仕様なんですけれども、まあ、クールダウン自体が、6秒、減少して、12秒になったんで、まあ、ほぼほぼ生存者ダウン取って担いでる間に、すぐ溜まるかなと思うんで、まあ、この辺も、うん、もう全然めちゃくちゃ強いかなっていうふうに思いました。はい。で、まあ、自分はなんですけど、まあ、チャッキーは、はい、強化なんじゃないかな。普通にめちゃくちゃ使いやすくなってるんじゃないかなって思いました。はい。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。